花夏とは、漢民族の間に存在する自民族中心主義の一つである、中華思想において中国のことを美化して表現する歴史民族用語である。この用語は元来、新石器時代後期及び青銅器時代初期の現代の漢民族の祖先であった農業部族のことも指しており、現在でもこの用法で用いられることもある。この概念は、 漢民族の自らの祖先に対する来賛に由来している。孔子の編賛によると伝えられる中国の歴史書、春秋の代表的な注釈書の一つである春秋左手伝によれば、壮大さを意味する夏の語は中国の儀式における礼儀の王を表すために用いられ、著名さを意味する花の語は 漢民族の伝統的な民族服である漢服の、小服の美を表すために用いられていた。花夏という語は、元来、漢中の渓谷沿い、及び、黄河の川沿いに居住していた、新石器時代後期及び青銅器時代初期の、現在の漢民族に連なる、太古の諸民族が融合してできた、農業部族をいう、成獣の皇帝とその後営である夏王朝と、修王朝を、 夏族とする。このうち州王朝は、小王朝の諸侯であり、後に、小王朝を滅ぼした、当位に起源を持つ、小王朝とその末裔は、州の一部の諸侯であるため、家族である、家族と、夏族が、相次いで中原に王朝を建てて融合したので、中原の王朝と廃家の諸侯は、先進時代に、花夏族と総称され、中原も、花夏と呼ばれた。 この概念は中国古代の戦国時代に発展し、戦乱の最中に古代中国全土に広まっていった。その頃になると、花夏は主に文明社会のことを定義するようになり、周囲の野蛮とみなしていた国々とは対照的な意味合いで用いられるようになった。現在では、花夏の語も使用されるが、花と夏のそれぞれの漢字も自立語として使用されている。また、 それぞれ中国の正式名称である中華人民共和国と中華民国の二つは花夏の語を中国の語と組み合わせて中華という意味合いで使用している。現在、中国という語は中国そのもの及び中華の文明のことを指す。現代の漢民族は花夏の略称として家人の語を自らの祖先にあたる民族に対する彼らの認識を 示す言葉として用いている。花夏の子は現在でも多くの事物に関せられており、1966年には台湾の二北市中核にて技術大学の花夏農業専科学校が設立された。また1986年には中国の北京市東直門外交外園北里4号日本社を置く総合出版社である花夏出版社が1992年には 北京市東上区に本社を置く商業銀行の花夏銀行が2006年には奇襲省企業市に本社を置くローカル線専門の航空会社の花夏航空がそれぞれ設立されているほか2007年に上海市で開業した上海軌道交通6号線の鉄道駅の花夏東駅及び花夏西寺駅の2駅にもそれぞれ花夏の号が完成られているありがとうございます